別する人間になってほしくない。親にも差別をする人間になってほしくありません。いわれのない偏見で結婚を反対され傷ついている人がいます。童話問題に正しい理解と、まあね、正しい理解をしてほしいんだったら、まずデマを流すのをやめた方がいいんですよ。これ香川県が流しているデマ CM ですね。で、前回の動画でね、結婚差別はもうデマ、捏造、プロパガンダっていうことを断言したらですね、やっぱりね、コメント欄とかに湧いてきたり、あとメールしてきた人もいますね。そんなことはないと、まだ結婚差別あるんだとか言ってね、言う人はいるんだけども、あのね、大体そういうデマを流してる人のね、パターンっていうのは大体分かってきました。もうね、もうそういう人って、ね、思考が単純なので、もうパターン化できるんですよ。で、まず5パターンあります。じゃあ1つ目から紹介しますね。まず1つ目は、捏造妄想ですね。で、捏造っていうのはもうこれは意図的にやる場合もあります。日頃から差別ある差別あるって言ってね、言ってる、まあそれが仕事になってるあの自治体の職員だとか、あるいは活動家の人とか、もうそういう人はもう平気でもありもしないことをね、捏造する人がいます。もうそれは意図的だったりとか、もうね、本当に差別あるのかって言われて、もうあるって言わないと自分の仕事なくなっちゃうから、もう何の根拠もないのにあるあるって言って言う人、あとはもう妄想、本当にそのいや差別あるって言って僕に主張するんだけど、それ見たことあるんかって言ったら、いや実は自分は見たことないって言って、結局ね、もう何の根拠もないのに、なんか勝手な想像でそういう風に言ってる人。だから一つ目がそのパターンですね。で、もう一つは人から聞いたっていうパターン。で、人から聞いたっていうのもね、それもね、じゃあそれいつ誰から聞いたのってなると、もうあやふやなんですよね。それこそもうひどいなと、もう何十年も前の話だとか、そんな話とかね。あるいはなんかネットの書き込みだとか、解放新聞で見ましたとか、あとさっきみたいな自治体の CM でそうやって言ってましたっていうことで、そんな完全に受け売りなんで、じゃあそれ本当なのかと、具体的にどういう内容だったのかって自分でちゃんと検証しないでね、勝手に言ってるわけですね。だからそういうもうまた聞きっていうパターンが2つ目で、3つ目はですね、ブラック差別にこじつけるっていうパターンですね。例えばですね、ご承知の通り裁判やってて、解放同盟関係者で身内が差別されたっていう人がいるんだけども、じゃあその身内どういう人だって言ったら、暴走族の総長だって言うんですよね。で、何千人も率いて枕元に日本刀を置いてたと、女子高生に結婚断られて差別だ、血の涙を流したって言うんだけども、なそんなもんね、暴走族なんかやってるから体よく断られたっていうだけで、そんなもんブラック差別は何でもないでしょ、そっちの方がメインの理由でしょと思うんですよね。あと昔の話だとね、広島でなんか学校の先生が結婚差別して女子高生が自殺したっていうような話があったんだけども、あれなんかものすごいね、解放同盟が祭壇まで作って慰霊会とかやったんだけども、それうさんくさいのはね、まずその差別した教員っていうのは共産党系のね、先生なんですよ。で、その自殺したのが、そう、教え子の女子高生ですよ。それは、教師と教え子っていう関係なので、その、ブラック云々っていう前に、その、うまくいかない要素っていうのがありすぎるんですよね。だから、それで破綻したのを、たまたま先生が共産党系だったからね、解放同盟と対立してる。だから、差別にこじつけたんじゃないですかって僕は思いますよ。あとはね、まあ、聞いたんだけどね、その、やっぱり経済的な問題で結婚がね、できないっていうことあるじゃないですか。経済的な理由っていうのはすごくありふれてるんですよね。で、そういう場合に、じゃあ貧乏になったのは差別のせいだから、これも結婚差別だとかね、そういうふうにね、こじつける人っていうのも平気でいますね。4番目、自分から部落出身っていう人ですね。自分結婚差別されましたっていう人がね、じゃあなんでそもそもじゃあ部落出身で分かったのっていうと、大体ね、自分で言ったっていうパターンですよ。で、まあ仮にね、相手からじゃああなた部落出身じゃないかって言われて、はいそうですなんて言うのもおかしな話なんですよね。で、これももっと分かりやすく説明しますよ。例えば、お願いです。自分、娘さんと結婚させてくださいみたいなことを言ってくる人が、こう額にね、こうなんか緑色の文字で童話とか入ってたらどうします？入れ墨で。おかしいでしょ？ちょっとこいつはって思うでしょ？だからそういうことなんですよ。その、部落出身だから差別されるっていうのと、この自分から自分部落だ童話だって言っておかしいって思われるのはこれ別問題なんですよね。だから自分部落出身っていきなりそんなことをね、アピールしてね、それで、うわ、こいつちょっとおかしいんじゃないかって思われるっていうのは、それは差別と言わないと思いますね。
で、5番目。最後はこれはね、いわゆるスピリチュアル系とかね、精神障害っていうパターンですね。やっぱね、どうしても一定数いるんですよね。で、ツイッターなんかに、その、銅は電磁波とかね、ブラックストーカーって検索したらいっぱい変な書き込みが出てくるでしょ。これは明らかになんかちょっと精神に障害を負ってる。あとは、まあよくあるのは占い師ですよ。占い師。あとなんかこうオカルト商品を売ってるような人とか、そういう人っていうのは、やっぱりね、その、部落の起源はなんか朝鮮人だとかね、なんか特別な血を持ってるとかね、そういうふうに信じ込んじゃってるんですよね。だからこういう人っていうのはもうちょっと差別というのとはね、もう全くカテゴリーが違うんですよ。これは一種のね、鳥取県の、ね、平井知事の言葉を借りると。でやはり、心の病のような、状況であろうかなというふうに、思います。あるいはもう本当に心の病かっていう状態 で、これを差別って言ってしまうとね、もうキリがないんですよね。これは差別じゃなくて病気なんですよ。そういう人が相手だった場合は、それはもう親子の縁切るっていうのは、やっぱそれが一番いい方法だと思うんですよ。だってそういう人のね、なんか面倒を見るのって大変ですよ。死ぬまでそんな介護とかしたくないですからね。あんまし、それはっきりとは言いたくないけども。だからそういう人に対して必要なのはやっぱ治療とかカウンセリングというかね。まあなかなかそれも 100% うまくはいかないけども、病気の人の盲言までなんかこう社会現象のように言うっていうのは、それは僕は違うっていうふうに思いますね。ということでね、結婚差別悪質デマ5つのパターンでした。だから結婚差別があるっていうふうにね、主張された場合はこの5つのパターンに当てはまってないかっていうのをよく検証された方がいいと思います。まあ当てはまってますから 100%。でね、もういずれのパターンも共通するのは、じゃあその差別があったっていうなら具体例を出せと。じゃあその差別者の名前を出せって言ったら、大体ね、もうプライバシーだから言えないとかね、そうやってへりくつこねて言わないんですよね。まあもう 100% 言わないんですよ。なんかプライバシーとかね、そのもっともらしいこと言ってるけどね、そんな差別者のプライバシーなんて守る必要ないでしょ。このプライバシーっていうのはこんなもん言い訳だって、実はもう差別だっていうふうに断言するね、自信がないわけですよね。あやふやなものを差別だって言ってしまったら、それは名誉毀損ですからね。差別だっていうふうにちゃんと断言できるんだったら、それは差別者のね、差別者の名前ぐらい言えるでしょ。言えないっていうのは、それは差別する人を守るんですかね。で最後に言いたいのはですね、その結婚差別はないっていうふうに言ってる人がね、結婚差別をするっていうことはまず考えられないわけですよ。むしろ結婚差別をしそうなのは、やっぱ結婚差別があるっていうのを思い込んでる人じゃないですか。だから結婚差別があるっていうふうに思い込んで、まあデマを流してるような人がね、結婚差別をする可能性が全くないね。結婚差別はないって主張してる人に対してね、あれこれあれこれね、当事者の気持ちを組めとか言って怒るっていうのは、全然違うと思いますよね。おかしいと思います。なんか差別者がね、差別しない人に説教してるもんだと思います。まあね、この結婚差別ありませんっていう話はね、これはね、もう恒例でやった方がいいと思います。毎年でも8月ぐらいになると、こういう結婚差別やめましょうみたいなデマ CM が流されちゃうんで、それに対抗するためにね、毎年恒例でこの企画っていうのはやっていこうかと思います。